富宅さん一体何者なのかと。こんなのもあるぞと。可愛いですよねこれね。こんなのもあるぞと。もう大好きなこの車もね、12もいいんですけどこの2気筒もね、なんかもうヤンマーみたいですよ。これただのライセンスランプのとね、うん、なんかあの昭和30年代の掃除機の部品みたいな感じでしょ、うん、なんかこのなんか感じが、うん、これね、はい、実はこれちょっと開けて報告しますよ。これ大井さん、ここからちょっとカメラで覗いてみてください、はい、この辺りこれ出っ張ってですね。そういうこと。これボディから逃げなんですね、これ、うん、このプーリーが、ええ、それの逃げなんですこれ、はいはいはい、実はこれオートマチックなんだけど、うん、オートマチックの車がエンジンが何センチか後ろに来てるんですよ。あで余計これが飛び出てしまう、うんうんうん、でマニュアルミッションの車はギリギリ変わってるかもしれないけど、うんうん、まあなんせこれが当たるからなんですよね。なるほど。そう、それの逃げなんですよここは、実は。クーレーでマグネシウム、これマグの部品いっぱい使ってるんですよ、うん、ほうほうほう。クーレー、マグネシウム、うん、でしかもドライサンプなんです、これエンジンの潤滑、ドライサンプドックルとなんかちょっと、これオイルタンク、こっちが、これはオートマの ATF の、ATF もこれドライサンプなんですけど、ベッタなんだけど、これがエンジンの、エンジンオイルタンク、ドライサンプって言ったらなんかもうなんか、スーパーカー乗ってるような感じでしょ、でも実は2気筒でこれなんです。え、これはどのぐらい持ってるんですか。これも12、3年ぐらいになるかな、うん、これもエンジンかかるんですか。かかります。これ水温計かと思いきやこれじゃなくて、これあのオートマチック ATF の温度計、おトルコンって書いてるでしょ、トルコン温度のあれなんですね。タコメーターもそこについてるんで、これは後付けですか。あ、これタコメーター後付けです、さすがに。だからもうもちろん空冷だから水温計もないし、はいはい、あとあの燃料系もないんですよねこの車。あ、本当だね、えすごいでし4灯ライトのサイズ、うん、それの2灯なんです、うん、でライトをつけたらここへ光が漏れてこのおライトついてるよっていうなんだけど、そういらないですけどね、うんうん、昔あの、うん、自転車のライトでもこういう風に あったあった、うん、そう、うん、ありましたね、そういうなんかね、うん、ここからフレッシュエアをするんですね。おこれから吸って、これがここに来てでエアクリーナーに入って、はい、でここから行くという、そういう感じで生きてます。で、オートマチックという言い方がまだなくって、うんはい、トルクドライブっていうね、これ。あ、おお。トルクドライブ。へそう。だから、あの、2ペダルですからね、これ。うんうん。ね、
これシフトってどうなってるんですか。あ、シフトは、これがローレンジ、はい、でこれがハイレンジ、でこれがバックなんだけど、基本的にはもうこのハイレンジに入れっぱなしで乗ってくださいな。だからもうオートマチックと一緒です。もうツーペダル。これ横にあるの？あ、これはね、うん、あのね、どういう意味かな、オートマ、要するに動力を直結にするレバー、うん、うん、っていう、これは長いエンジン、下り坂なんかでフットブレーキ焼けたら困るから、うん、はい、これを別途引いてやると、あ、動力が直結になってエンジンブレーキが効くようになるんです。それのためのレバーなんですよね。巡航の時には使わない、使わない、うん、使わない。もう本当長い下り坂の時これピッと入れてやったらエンブレが効くっていう感じ。普段はもうこれ離しておく、うん、真ん中はこれはチョークです。あ、これはチョークですね。そうで、これはラジオ、まあこれは当時のラジオじゃないですけどね。で、燃料系がなくてないって言ったんですけど、はい、燃料タンクはこの車の中にあるんですけどね。はいはいはい、ここが燃料系なんです。これお、これでも運行前点検で見るという、これで燃料の量をチェック。16リッターですタンクは。16リッターね。そうだから、あ、そうですね、